悲しそうな目をして寝技の上に横たわっているのを私は見つけた。そばへ寄って言葉をかけながら撫でてやり起き上がらせようとした。かわいそうにプラテーロはガバッと全身を動かし片方の前足を折り曲げた。立てなかった。そこで私はその前足を床の上に伸ばしてやりもう一度優しく撫でて、それから獣医を呼びにやった。ダルボーン老人はプラテーロを一目見るや歯のない大きな口を首まで深く引き寄せ充血した顔を胸の上で振り子のように振った。いけませんか。え、獣医はあの時何と答えたかしら。かわいそうだがもう、いや、とても痛みだね。何か悪い根っこでも草の中に土が混じって。お昼ごろ、プラテーロは死んでいた。綿毛の小さな腹が地球儀のように膨れていた。突っ張った色つやの汗た足が天を指していた。縮れた毛が手でこするとわびしいゴミになってバラバラ落ちる。古い人形の虫に食われた朝くずのように見えた。シーンと静まり返った馬屋の中に小窓から差し込む日の光をよぎるたびに燃えながら三色の美しい蝶が一つ飛び回っていた。